ブンブン。ハロウィーチュ。どうも、それです。こちらは先日購入しましたロードの USB マイクになります。今回はこのマイクと組み合わせて使うアクセサリーを購入しましたのでご紹介します。それがこちらの商品になります。一見するとネジのような製品ですが、これは何をするものかと言いますと、マイク用の大きなネジ穴をカメラの三脚などでおなじみのネジに変換するアダプターになります。 要は、これを使いますと、マイクをカメラ用のアクセサリーに取り付けることができます。この商品は、ニセーリグというブランドから販売されています、カメラマイク変換ネジという商品になります。少しわかりにくい言い方かもしれませんが、8分の5インチのネジを4分の1インチに変換するアダプターになります。8分の5インチというのがマイクに使われるネジ穴で、4分の1インチというのが カメラの三脚などに使われるネジ穴になります。つまりどういうことかと言いますと、こういったマイク類をカメラ用のアクセサリーに取り付けることが可能になるのが今回購入したこの変換アダプターになります。本体側面につきましては8分の5インチのネジになっており、4分の1インチのネジが本体内側になります。これをマイクのネジ穴にねじ込むことによって、この内側の穴にカメラ用のアクセサリーを取り付けることができます。 では実際に取り付けてみたいと思います。この変換アダプターをマイクに取り付けることによって、例えばこのようなカメラ用のアクセサリーをマイクに取り付けることができます。実際に取り付けてみますと、こんな感じで取り付けることが可能です。今回はとりあえずカメラ用のグリップに取り付けてみましたが、三脚に取り付けることもできれば、先日購入した カメラを固定するためのアームなどにこのマイクを固定することも可能です。そしてこのような変換アダプターを購入した理由としましては、このマイクを USB-C 端子を使ってスマホに接続するというのが主な目的です。スマホにはさすがにこのマイクを固定することはできませんので、カメラ用の三脚などにマイクを接続して、スマホで何か映像を録音する際にこのマイクを使っていきたいと思っています。 使い方としましては、こういった USB-C2A のケーブル。このケーブルをそのままスマホに接続するのではなく、間に変換ケーブル。例えば、iPhone の場合ですと US、USB-A2 Lightning。そして、Android スマホに接続するためには US、USB-A2 Type-C。こういった変換ケーブルを間に挟んだ上でスマホに接続します。こうすることによって、スマホで音声を録音する際、 このマイクから音声を録音することが可能です。実はこのマイクにつきましてはもう一台同じものを購入しており、そちらにつきましては現在パソコンに接続して使っています。このチャンネルではスマホの新製品の情報などはパソコンの画面をキャプチャーすることによってご紹介していますが、その際に使うマイクもこのロードのマイクを使用するようにしています。ですのでこのチャンネルで流れている動画の音声が 1> ここ1、2週間の間にかなり変わったのにお気づきの方もいるかと思います。音声が変わった最大の理由がマイクをこのロードのマイクに変更したというところにあります。ですのでパソコンでの録音はロードのマイクを使いスマホでの録音は安いピンマイクなどを使っていますとパソコンで音声を録音した場合とスマホで録音した場合で声がまるで別人のように変わってしまいますのでそういった違和感をなくすために パソコン用と同じマイクをもう一つ購入してスマホに接続して使おうと考えています。スマホの接続する場合は固定が難しいので今回はこのようなカメラ用のアクセサリーに取り付けることができる変換用のネジを購入しました。今後はこのネジにカメラ用のアームなどを取り付けてマイクを固定した上でスマホで撮影する場合もロードの USB マイクで音声を録音していこうと思っています。 一応、今のところいろいろと検証した結果、iPhone に接続して、そしてカメラアプリも標準のカメラアプリではなく、Filmic Pro を使うことによって、このロードのマイクから問題なく音声を録音することができましたので、iPhone と Filmic Pro、そしてこのロードのマイク、この組み合わせでスマホで映像を撮影する際は使っていこうと思っています。また、しばらく使ってみて何か気づいたポイントがありましたら、 改めて別の動画でご紹介したいと思います。なお、今回ご紹介しましたマイク用のネジ穴をスマホ用のネジ穴に変換するアダプター、それから先日購入しましたこちらのロードのマイク、それぞれ販売ページのリンクにつきましては動画の概要欄の方に貼っていきます。各モデルの価格や実際に購入した方の口コミなど気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンと チャンネル登録よろしくお願いします。